んな感じでいいかな。よし、こいつを使ってコッパみじんにするよ。大丈夫かな。あ、いや、それが一番楽な方法だとは僕も思うけど。ライザは考えることが物騒というか大雑把というか、せめて失敗の巻き添えを食わないよう気をつけないとな。そこ、ごちゃごちゃうるさい。行くぞ。ほら、うまくいったでしょ。簡単じゃん。大惨事にならずに済んだか。ライザに使者上出来だな。どうしてそう回りくどい言い方するかな。素直に褒めなさいよね。何やらすごい音がしたが、俺は。どうですか、邪魔なガラクタがこの通り綺麗さっぱり片付きましたよ。おお、多少焦げてはいるが、確かにやりおったな。見事だ、ライザリン・シタウト君。二つ目の課題も合格だな。ってのはそう簡単に子供を認めちゃくれないのさ。はあ、もう雨漏りの修理でも壁の塗り替えでも何でも来いって気分だね。ほう、錬金術というのはそういうのもできるのか。余計なこと言うな。本当にやらされるだろう。あーっと、遠慮せず何でも雑用受け付けたらどうだ。それで村の連中にいい顔もできるだろう。どうす、俺たちのやってることが雑用だってのか。片付けが雑用でなきゃ何なんだ。父さんにお前らを推薦したのは俺なんだぜ。少しは感謝してほしいな。お父さん、この課題ってそういうことなの？別に雑用でも構わないわよ。実際に役には立ってるんだし。むしろ私の錬金術のアピールにご協力ありがとうございますって感じ。ち、負け惜しみよ。どっちが負け惜しみだよ。ざまあ見ろ。ん？何がどういうことですかな、ルベルトさん。さて、子供同士の何ということのないじゃれ合いでしょう。
我々も戻りますかな。